その陶芸の話さ、うん、その最後あれやろ、先生が結局手直ししたんやろ。いや、すごいよ。ショックやろ。なんか綺麗なと思ってて、素人が作るにしては。あれ、最後は。いや、しかないな。ガッタガタやん。え、そうやねん。それもええやん。わかる？味としてな。そうそう、俺も、うん。いや、その方がいい。初めてできた作品。なんかガタガタなとかあるし、とか、うん、ここ薄いみたいな。それさえもええやん、うん、そうした方がいい、絶対思い出な。毎回な、こうじゃあ次ちょっと下に下げていってくださいとかやって、うん、ああいいですね。なんかそのドイツ人の方やったんやけどね、うん、これあのおこたでもいっぱい喋ったんですけど、ほんで、はい、OK ですって言ってからスーってやる。ほんで、もうこれマジやで。何で、わーってなった時に、あ、ちょっと貸してみたいな、バーってやってくれて、うん、スーってパーってこうね、うん、ロクロのブーって回ってるやつビューってやってくれて、いいじゃないって言うねん。俺じゃなさすぎるよねって。全部今やってくれたじゃんってなる。もう優しい。